おはようございます。速稼塾の久保です。今日はニュースを2つお届けしようかと思います。1つ目はちょっとニュースというよりも思い出なんですけども、海外旅行に行った先で自分の予約していたホテルが取られていなかった、そして帰りの航空券も実はなかったということが分かったら、皆さんねびっくりするんじゃないかと思いますけども、1年か2年前だったと思うんですけども、実際にこういう旅行者って日本にあったんですよね。予約を取って振り込みを受け付けておいて、海外旅行に行くと、海外旅行に行った先で予約したホテル泊まろうかなと、旅行者がチャーターしたホテル泊まろうかなと思ったら、そんな予約は取られていないということで、他の人が住んでいたと。いやこれはどういうことだと思って帰国しようと思うと、帰りのチケットも取られていなかったみたいなね。でも自力で帰ってくるしかないみたいなことが起きてましたけども、こんなねとてつもない詐欺の旅行会社があったんですよね。でもう一つなんですけども、こう成人式に着物ね、羽織じゃない、なんだっけな、振袖か、振袖を着て出席しようと思ったら、当日に振袖を持ってくる業者が来なかったということなんですよ。これもずいぶん前に振り込みを済まして、あとは成人式を待つだけかなと思ったらね、成人式にその業者がドロンしていたということで、この2つの事件、かなり大きな社会問題となりました。本当にね大変なことが起きていたと思いますけども、共通するのは人の信用を逆手に取ってそこにつけ込んで騙すというね、古典的な詐欺の手法なんですけども、詐欺っていうのは相手が信用してくれないと成り立たないんですよね。そういうところで、考えますと、人を信用さすっていうこと、そしてもしくは自分が何かを信用するってことには非常にね大きな危険がはらんでいて、信用すればするほどリスクヘッジが必要だということが分かるんじゃないかなと思うんですよね。で次2つ目のニュースなんですけども、これはミスターマイアミさんがですね、いつも毎日のようにマイアミから動画を送ってくださるんですけども、なんと再生数がね跳ね上がったよということで、1500再生もうすでに今月はされているということで、いやこれはすごいニュースだなと思いましたね。確かにこのミスターマイアミさん、月初にかなり忙しく海外駐在員としての仕事がなる中で、コンスタントに動画を送っていただいて、中にはね1日に22本という時もありましたけども、これがですね実を結んで、動画再生数を上げてきたということなんですよ。考えてみたらミスターマイアミさんっていうのは2ヶ月ぐらいなんですよね。初めて私が認識するに7月8月とやったばかりだったと思うんですよ。でもちろん YouTube を志す中では、この速稼塾の中ではねもっと前からやってるよって方もいらっしゃいますけども、圧倒的なごぼう抜きをしてくださったのかなと思います。でミスターマイアミさんにもファンが増えてきてですね、チャンネル登録も増えて、再生数も増えて、チャレンジも増えてということで、なかなか目を離せないような状況になってきてますけども、やっぱりねこういう風な結果出るんだなと、もちろんやる量とか意識が全然違いますよね。毎日私に動画を送ってきますからね。だから YouTube を志す人で、私も何回か申し上げてますけども、私宛てのメッセージを出すことによって私は必ず返信しますので、それを利用してですねモチベーションアップにしていただくとか、私の視聴者さんが流れ込むことを期待する、いわゆるね乗っかるって形なんですけども、こういうことをやってやっぱアクセスを貪欲に稼いでいただきたいかなと思いますし、やっぱりねそこに責任もつきまとうんですよ。面白くない動画だと私も確かにね紹介しませんので、何か見どころがあったりとかね、次につながりそう、これは YouTube を志すものとして意味があるなと思えば紹介する部分がありますので、ちょっと私から見てで恐縮なんですけども、やったりやらなかったりとかね、とりあえず上げてみましたぐらいのものだったらなかなか紹介できないと思いますので、やっぱり見る人がねこれはすごいなとか、これはためになるなっていうものをやっぱりやっていくことかなと思いますよね。ミスターマイアミさんは本当に良かったなというところでございます。これもねまだ、9月4日になるところですから、まだ9月30日まで実際に300本アップするとかね、チャンネル登録者数の人数が目標通り増えるとか、こういったことになってきますので、引き続き頑張っていただきたいかなと思うのと、プラス、他の方もね YouTube で何とかするぞと思ったら、やっぱりミスターマイアミさんに負けないようにやっていただきたいかなというところでございます。本日の放送は以上ですけどもね、追加でもう1個ありました。例のやつに関しまして、今日がね、8月の作業、返礼金作業の入金日が今日から始まる4回に分けてね、毎週水曜日になってますので、皆さんね、毎週水曜日になったら銀行口座の方をご確認ください。現在、私の方では、10名の方かな。だから7月分が一部もしくは全部入ってないよって方は10名いらっしゃることになりました。やっぱり後からね、連絡をいただく方もいますので、こういうことになりましたけども、8月の返礼金申し込み分につきましては、今日から入金が始まりますので、8月に関しましてはまだ不具合が起きているということにはならないのかなと思います。ただね、7月がねちょっと気になりますねと、10人の男女の方がそうなってますんで、8月の30日には7月分のボーナスが振り込まれる予定だったんですけども、これは一人もね、ボーナスないよって方いらっしゃらなかったんで、該当者には全員入ってると思います。で、金額的にはボーナスの方が大きいんで、もうなんか返礼金よりも大きいんでですね、これどうなっちゃってるのかなっていうところでございますけどね、引き続き見守っていきたいと思います。本当にね、例のやつのトップページに変更点とか連絡点とか書いていただければいいのになと思いますけどもね、そういうのはないですよね。事業説明会に行きましょう。事業説明会に行って社員の方に質問する、もしくは事業説明会で新しい情報を取る、これはね、唯一の作業としてやってもいいんじゃないかなと思います。私も事業説明会の方にお邪魔しようかと思います。それでは本日は以上です。失礼します。